これから、ララポートミュージックフェスタ2023柏市立柏高等学校吹奏楽部の演奏を始めさせていただきます。はい、暑いですのでどうぞ皆様も水分取りながらですね、音楽の方お楽しみいただければと思います。はい、本日1年生から3年生まで総勢120名以上のメンバーで、こちらの方に来ております。1年生もどっかで、演奏に参加することもあると思いますのでどうぞご期待ください。はい、それでは行きたいと思います。題しまして市勝サウンド2023指揮は顧問緑川豊です。どうぞ。最初にですね、2曲続けてアグレッシブかつパワフルな2曲ということで、アメリカと日本のポップスナンバー2曲をお送りしました。最初はアメリカのジャズファンクグループ、
ブレッカーブラザースのナンバー、サムスカンクファンク、そして2曲目はですね、これ日本のフジテレビのドラマコンフィデンスマン JP のオープニングテーマ We are Confidence Man、 長澤まさみさんや東出昌大さん、小日向文世さんの3人組のですね、詐欺師のグループがですね、まあ、悪徳業者ですとかマフィアのボスから大金を騙し取るという、まあ、痛快な、ドラマの、オープニングテーマ、これをですね、まあ、一箇所はダンスを入れてお送り、させていただきました。次です。次はですね、ちょっとしっとりとしたナンバーをお送りします。アイルランド民謡ロンドンデリーの歌、どうぞ。アイルランド民謡ロンドンデリーの歌、まあ、ダニーボーイという名前でも有名な、まあ、コラールナンバー、しかしもこの曲を演奏して、まあ、ピッチやいろんなハーモニーを揃えるというこういった、曲としても演奏しております。
次です。次はやはりですね、日本人の私たち本当に元気のある歌、これやっぱり聞かないとですね、元気が出ないという方もいらっしゃいますのでお送りしたいと思います。そろそろすいませんが両サイドのちょっと通路の、方ちょっとお気をつけください。何の曲か日曜日夕方になりますと日本国中で流れます。それでは行きましょう。ちびまる子ちゃんの、オープニングテーマ踊るポンポコリン、どうぞ。アメリカの1970年代に活躍しましたアメリカの兄弟デュオカーペンターズというグループのヒットナンバー、日本ではドラマの主題歌になりまして有名になりました。はい、それでは行きたいと思います。カーペンターズのナンバーから青春の輝き、どうぞ。
はい、ありがとうございました。アルトサクソフォンのソロとバンドのためのスローバラードバージョンでお送りしました、カーペンターズのナンバー青春の輝き I need to be in love、お送りさせていただきました。次です。次はですね、やはり、こちらのメンバーね、青春時代真っ只中の、高校生が演奏していますので、最近の、令和の J-POP のヒットナンバー、これを4曲まとめて元気いっぱいにお送りさせていただきます。4曲あります。最初はですね、愛さんが歌ってヒットしましたアルデバラン、2曲目ミセスグリーンアップルのナンバーダンスホール、3曲目、顔を出さずに活躍する女性シンガーアトさんが歌って大ヒットしました新時代、そして4曲目、これだけはなぜか昭和の時代のものなんですが、みんなこれ懐かしい、テレビアニメうるせえやつらの、テーマですね、ラムのラブソングという、4曲続けて令和のヒットナンバーお送りしたいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。星たちが輝くよ、 Again。
の時代にヒットした J-POP のヒットナンバー4曲続けてお送りいたしました。最初は AI さんのナンバーですね。 NHK の連続テレビ小説カムカムエヴリバディの主題歌アルデバラン、そして2曲目、ミセスグリーンアップルのダンスホール、昨年1年間ですね、あのフジテレビの目覚まし8の、テーマソングで採用された曲、そして3曲目、これも大ヒットしました、アニメ映画ワンピースフィルムレッドの主題歌、アズさんが歌いました、新時代。そして最後はですね、まあ、うるせえやつら、懐かしいアニメなんですけども、昨年これあのリメイク版がやはりね、フジテレビで放映されました、ラムのラブソングということで、まあ、4曲をですね、元気いっぱいに演奏いたしました。次です。次もですね、ちょっと落ち着いたスローテンポの、バラードナンバーです。まあ、これはアメリカ合衆国のね、アメリカの方であれば、有名な愛唱歌、賛美歌として有名です。皆様方も、まあ、これを聴いてぜひとも心穏やかにしていただければと思います。それでは行きましょう。曲はアメージンググレース。どうぞ。Thank you.
アメリカの皆様にとりましては本当にね、あの愛唱歌であり賛美歌、まあ、日本でもですね、本田美奈子さんが歌ってカバーしてこれでも大ヒットしたということでも有名です。アメージング・グレースをお送りいたしました。次です。皆様もご存じかと思いますが、今年は4年ぶりになんと夏の、柏祭り開催されるということだそうです。柏駅周辺といいますとね、コロナ前は、まあ、会社帰りにちょっといっぱいということで、たくさんの方がですね、まあ、会社帰りに居酒屋さんによって、まあ、賑わっていた、ああいった光景がですね、また今年から見られるかなと思いますけども、まあ、あのようなですね、賑わい、まあ、これを表す、曲がありますので次これをお送りします。懐かしい曲ですね。昭和57年あの細川たかしさんの歌でヒットしました。それでは行きましょう。曲は北酒場、どうぞ。冬美さん並みにね、ちょっとあの歌っていたところもあってよかったですね。ボーカルで頑張ってますね。あ、次もあるね。はい、じゃあどうぞ次も行ってください。拍手お願いしますね。ね、もうね、こういったね、懐かしいナンバーね、歌っていただけるの本当にね、私も聴いてて幸せです。次はですね、実はこれオリジナルソングなんですね。まあ、柏市で、まあ、有名な方というと最近ですね、現役で活躍されて引退されました、あの車椅子テニスの、国枝慎吾さんね、まあ、柏市在住でしかもね、柏の方の学校を卒業されてます。実はその方にですね、作詞をお願いして、柏市在住の作曲家、田島勉先生に作曲されたオリジナルソングがあります。まあ、歌詞聞いてお分かりになると思うんですが、人生の応援歌ということで、まあ、いろんなことで励まされている歌かなと思います。それでは行きたいと思います。国枝慎吾さんの作詞、田島勉作曲、チャレンジ、どうぞ。
はい、国枝慎吾さんの作詞ということでね、私もこれ初めて聞きましたね。チャレンジ、歌詞がねこうありました。中途半端な自分を変えたい、何かをやり遂げてみたい、壁は高くそびえ立つけど乗り越えようと決めたあの日、だからチャレンジという、本当にね、まあ、言葉に説得力があると言いますか、どん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 その音楽に飲み込んでいく、まあ、そんな感じで聞かれた方も多かったかなと思います。次です。次はですね、まあ、アメリカの、まあ、行進曲マーチをたくさん作った作曲家ジョン・フィリップ・スーザの作品なんですが、まあ、スーザと言いますと普通は星条旗演なれやライジン、ワシントンポストなどのねところが有名どころなんですが、これから演奏するのはちょっと、珍しい作品です。なかなか演奏する機会はございませんが、ぜひとも皆様方にお届けします。それではいきましょう、ジョン・フィリップ・スーザ作曲神秘の伝道の貴族たち、どうぞ。翔さんがアレンジして吹奏楽のスタンダードナンバーになりました。それでは行きましょう。曲は宝島、どうぞ。
スウェアと名前を変えておりますけども、日本を代表するフュージョンバンドのナンバー宝島、まあ、サンバのリズムに加わってスカッと爽やかな、気分にさせてくれるという、まあ、このような楽曲、まあ、吹奏楽を経験された方であれば一度は演奏したことあるか、そして、まあ、聞いたこともあるというぐらいのスタンダードナンバーで難しいですね。本来はあのソロアルトサクスフォンのソロなんですけども、フラット前にですね中間部17人ぐらい並べて、まあ、華麗に演奏したという形になっております。次です。次はそのね、宝島を吹奏楽にアレンジされた真島敏夫さんの、まあ、オリジナルのポップスナンバーをお送りします。まあ、人生というか甘さとほろ苦さ、まあ、こういったものがいろいろ渦巻いているんですけども、まあ、そのようなですね思いを、ラテン系のフュージョンバンド、フュージョンナンバーにアレンジした作品、これをお送りします。それではいきましょう。真島敏夫さんのナンバージェラートコンカフェ、どうぞ。作曲のオリジナル、フュージョンナンバージェラートコンカフェ、まあ、この名前はですね、これスイーツの名前ですね。バニラアイスクリームに、まあ、エスプレッソコーヒーと苦いコーヒーをかけてですねこういただく、まあ、デザートなんですけども、まあ、人生というのは甘いところもあれば苦いところもあればという、まあ、こういうようなものをですね、考えながら聴いていただければということで生まれた作品とも言われております。次です。まあ、今日はですねもう土曜日ですから学校も休みですので、まあ、ちょっと見ますとね、可愛いお子さん、そして学生の皆さんも多数、お越しということで、まあ、そのような皆さんが、大好きな音楽といえばやはりディズニーかなと思います。次はですね、小さな世界や星に願いをと並んでディズニーを代表する曲、やはりこの曲をねやはり一かしもやります。それではいきましょう。曲はミッキーマウスマーチ、どうぞ。We'll be right back.
皆様ご存知ミッキーマウスマーチ、ただ普段に聞き慣れているミッキーマウスマーチではなくて、かなり、まあ、ポップにですねアレンジされてかっこよく仕上がっておりました、ね、小さくて可愛らしいミッキーというよりはちょっと背伸びをしてですね、大人びたスポーティーなミッキーが登場かという、まあ、そのような感じで、まあ、吹いてるメンバーをねノリノリで演奏させていただきました。まだあの曲数少なくなるんですけども、まだまだ一かし頑張ります。次の曲、まあ、次はですね、あのテレビが、娯楽の王様だった時代の、まあ、あるテレビ番組、バラエティ番組です。その中で用いられていた音楽なんですけども、まあ、これはですね、もう言ってしまえばあのドリフターズの皆さんの、まあ、音楽ですね。はい、今から大体50年ぐらい前に、公開生放送ということで、やっておりました、あの TBS の、伝説の番組8時だよ全員集合、柏のですね、あの柏市民文化会館もあそこを会場にして全員集合の公開生放送、まあ、これが実は行われたりしたんですけども、ね、そのドリフターズの皆さんの笑いというのはね、あの練習してこう練り込まれた、そういって体を張った、番組だったんですけども、まあ、あれから50年近く経ってもですね、やはりいろんな世代で愛されているということで、今度はですね、今こちらのステージでやってます市川吹奏楽部があの全員集合の、まあ、雰囲気をですね市川主流にアレンジしながら再現していきたいと思います。はい、それでは行きましょう。題しましてザ・ドリフターズメドレー、どうぞ。
ありがとうございましたね。えはい、ありがとうございますね。ご承知のようにこちらにいる高校生全員集合知らないんですけどね、これだけ盛り上がるというのはやっぱり音楽の力ってすごいなと、改めて思いましたね。ドリフターズの皆さんが本当に体を張って、取り組んで盛り上げたあの全員集合の中の音楽、まあ、最初はあのねオープニングテーマ、全員集合ですけども、これご存知ですかね、振り付けしたのが藤村俊二さんというあの方が実は振り付けた。そして、早口言葉があり、それでずんどこ節があり、こうやって本当に本当にご苦労さん。でその後はね、やはり会場の皆さんこうにやけた方が多かったですね。ボン回りと言いましてね、あの最初のコントが終わった後に舞台転換する時のあの音楽ね、あれを聞くとやっぱりね、なんか、ドタバタしながらも楽しいなっていう感じになった。そして、志村けんさんが歌って大ヒットした東村山音頭、ちょっと4丁目の部分しかありませんでしたけど、そして最後はあのいい歌がビバノン節というね、あの加藤茶さんがね、あの、風邪ひくなよとか、ああいった掛け川もあって番組が終了したという本当に懐かしい、ナンバーでしたけども、まあ、そのね、あの雰囲気ちょっとでも感じさせていただければ幸いです。はい、次はですね、一歌詞の演奏最後ということになります。また、午後もですね1時からこちらの方でやりますので、まあ、その時もねできればあの来ていただければと思います。まあ、一歌詞の曲最後を締めるのはやはりこのナンバー、ラテンナンバーテキーラ、いきましょう。それではいきますよ。踊る一歌詞、見る一歌詞、テキーラやるなら踊りゃなソンソン、どうぞ。1時間の間にですね、どうぞ皆様方お昼、そして、お買い物の方、ぜひともですね、ララポート館内いろんな楽しいお店ありますので、そちらの方にですね、移動されて、どうぞまた1時にこちらの方に来ていただければと思います。まあ、皆様方 のお見送りの曲ということで、先ほどね、あの緑川先生もやりました、あのララポートじゃなくてサンバでララポー ポートね、どちらでもいいかと思いますが、でもね、でもサンバでララポートね、これが政治だということで、じゃあこれ呼び名でいきたいと思います。サンバでララポートを演奏して皆様をね、あのララポートの素敵な、お店の方にご案内したいと思います。それではどうぞ。